財布の中身をチェックしていきたいと思います。あっ、カバンの中身ちょっとここ置いてもらっていいですか。あっ、カメラマンのリュウゴです。やっぱりこれ皆さんおはようございます。おはようございます。今回はモーニングチェックということで、うちの、ね、お店のスタッフもモーニングチェックということで、今回はうちのスタッフイケメン美容師、朝一出勤したてのカバンの中を探ってリアルな財布の中身をチェックしていきたいと思います。実際ね、財布の中身がどうなってるか皆さんも一緒にこう見ていただきたいんですけど、面白いものだったりとかリアルなものが今回取れるんじゃないかなと思ってるので、ぜひ最後までそちらの方ご視聴よろしくお願いします。お願いします。それでは本編いってみましょう。どうぞ。おはようございます。カバンの中身ちょっとここ置いてもらっていいですか。マジっすか。さあどうぞ。マジっすか。今日は抜き打ちチェックの日です。よろしくお願いします。そんなことありますか。はい、お願いします。ちょっと早速開けてみてください。財布はどちらにありますか。財布ね、僕家置いてきたかな。昨日休みでちょっとカバン変えてた。財布を持って、何ですかこれ。つまようじ。彼のカバンには財布がないようですね。商品。あらあら、これは何かな。またつまようじ。またつまようじ。あら、あれ、さっき本当に財布ないですか。昨日ちょっとカバン変えてて、うん、忘れてる。なるほど。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。今回ちょっと抜き打ちで調査してるんですけども、おはようございます。一旦カバンの中身をチェックさせていただきたいので、よろしくお願いします。お願いします。それはやばいかもしれないですどういうことそれはちょっとやばいかもしれないです。社長のカバンチェック。やばいらしいです。社長どうぞ。ここにいやー、はい、ちょっと待って。うわ、気になりますね、うん、このカバンから。おー、何が。ちょっと待ってよ、はい、本気で本気で大窓、大窓行っちゃいましょう。行っちゃいましょう。おっ、おぉ、がっつり音入ってますね。めっちゃ綺麗。あ、出ましたね。出ました。社長の財布でございます。いやいや、これバンパーでございます。行っちゃいましょう。開けちゃいましょう。行っちゃいましょう。開け、メイン、これだ、メインこれですか。メインはこれですよ。え、カバンじゃない。いや、カバンみたいな。はい。さあ、行きましょうか。行きましょう。はい。行きますよ。さあ、どうなってるか、皆さん、ご覧ください。わあ、わあ、お、お、すごいことになってますね。なんか、とんでも。たまたま、たまたま。中井さん、はい。めっちゃ嫌やわ。いやー、すっごいわ。めっちゃ嫌やわ。こんなんもう最悪やん。ポイントが見せへんから最悪やん。初めて来たっすね。こっちはなんと32万でした。23万やったやつ。23万。どうだ。え、なんぼ。55万円でございます。すごいですね。わお、社長ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。恥ずかしいわ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。抜き打ちでチェックしてるんですけど、はい、カバンの中身見せてもらっちゃっていいですか。あ、どうぞ。あ、よろしくお願いします。それでは早速。これはまず何ですかね。これは。これはワンサイヤですけど。ハリーポッター出てくるやつ。ハリーポッターのお菓子。ウィンガーディアムレディオンさせてる。開けていきましょう。開けていきましょう。よいしょ。はい、もう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 、これはサバイバルにでも行くんかな、これ。え、また、内ポケに。
絶対パクったのよこれ。しかも全部好きや。改めて撮ってるよこれ。はい、あじゃあ早速本編の方行ってみましょうか。はいはいはい。森田くんのエブサンローランの財布。ほらいい財布を使ってますね。そうですね。はい。いいですよ。よし行きましょう。行きます。よし。ゼロ。おお。めっちゃコンパクト。かっこいい。うん。ほうほうほう。おお。たくさんレシートが入ってますね。なるほど。たくさん。キャッシュレスの。すごくスタイリッシュな男でした。ですね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おはようございます。おはようございます。うっ、すごい。ほら、もうやっちゃいましょうか。やりましょう。よし、はい、やりましょう。なんだろう、彼もまたハリーポッターのウィンガーデムレディオさんの彼もまた、そう、こんなものが出てきましたね。あれ、なんだろう、これは。これ、あ、ハトリくんの。あ、よし。お、財布ですね。色合いがとても可愛いです。可愛いですね。では、では早速行っていきましょうか。中身の方。ほっ、オープン。よし。ハトリくんのじゃあお札ちょっと覗いちゃいましょう。うん。数えていきましょう。うんうん。おおおお。おおおお。すごいですね。一、二、三、四。5,6,7,8万と2,000円。なんと、なんと、朝から8万2,000円。いや、私の口座に移す前ですね。わ、なるほど、はい、一番の中身で驚いたのはやっぱりカバンの中身がすごく汚い。本当に汚い。ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。おはようございます。調査でございます。この中見せてもらってもいいですか。まあ、はい、はい、いいですよ。じゃあちょっとカバンここに置いてもらって。どうぞどうぞ。はい、こちらで。それでは早速ティーノさんのカバンの中身見ていきたいと思います。チェックしていきましょう。早速小窓からちょっとひょこっと顔を出してる。何これ。これは彼女と遊びに行った時に君に立ってる。おー、結構入ってますね。手袋、はい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 、また手袋。手袋からの手袋。どうした。あのからの手袋。また手袋。手袋好き。これまた手袋開けちゃいましょう。チェックしていきましょう。結構パンパンですね。結構ね、コントロール良さが。それではオープン。あのルパン。なんかのポイントカードですね。あのあれ、お風呂屋さんみたいなやつ。あ、なるほど。4,000円オフ。なかなかな。お互い一緒に洗ってもらえるお風呂屋さん。そうそうそう。溜まってるんでしょうねきっと。あれ、これちょっと、これちょっと僕、はい、川崎チェック入ります。なんとできる男は抜かりない。いや、これすごく大事ですよ、うん、新春たしなみね。キリノさん、なかなかなもう見せてもらいましたよ。ありがとうございます。いえいえ。うわー、もうそれ想像して、入れて入ってることを忘れてました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。あの、いろいろエグかった。あの、面白い人もいれば、やっぱ社長は社長やと思った、ね、社長ですね。あ、いや、いいもん見せてもらいましたわ。いや、これからも
モーニングチェックでいろいろ抜き打ちでスタッフのいろんなところをチェックしていきたいと思うので、皆さんぜひお楽しみにしておいてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ロシアンルーレットお寿司対決をしていきたいと思います。